なんかね、ハイラでこのツッコミどころ満載の記事がありましたね。はい。アクシマキがね、ものすごいこの節約アピールをしている記事ですけども、うん、キコシ様がね、昨年末から胃腸の不調が見られて、宮内庁によれば、1月のね、検査とかでも、医師から、まあ、療養してから自律神経の調整を図りながら過ごすようにと勧められたってことで、まだね、体調不良の設定が続いているようですね。今もね。ね、まあ、ちなみにね、まあ、この記事は、この久志様のお弁当を、キコシ様の手作りのね、大根の葉も置かずに、アクシマキ流の SDGs ってね、タイトルで、もう結構ね、タイトルだけでヤフコメとかが荒れた感じがしましたけどね。まあね、まあ大根の葉も栄養あるし、レシピもいろいろありますね、そもそも。ですね。まあこのね、昆布とかでもね、顔色がいいとはね、言えないご様子ですけども、うん。まあ、そうした状況でもね、30年ほど前から総裁を務める結核予防会とは、絆がね、深くて、2月にね、都内であった結核予防関係婦人団体ね、中央講習会には出席されたわけですね。まあ、おとといも都内のね、結核予防会の全国大会には出席してましたし、まあ、積極的にこういうのは言ってるんでしょうね。そうですね。まあ、そしてね、紀子様が環境への関心が高い、アクシマキ家のね、まあ、母としての日常を見した場面もあったわけですね。うん。紀子様の会場の広報の席でね、熱心にメモを取ってたみたいですけども、これ耳を傾けてたのはね、結核予防会の理事長を務めている、尾身茂氏の声でですね。はい。手元のメモをね、見返すなど熱心に聞き入る様子が、あったってことで、講習会の休憩時には能登半島地震の被害に遭った石川県の参加者にね、大変でしたねと声をかけて、うん、各地からの出席者の席を回ってね、丁寧に話しかけてみたいですね。ああ、そうですか。まあ、ちなみにね、結核予防会に関しては1月5日にこのね、尾身会長が能登半島地震にお見舞いの言葉をホームページに掲載してるわけですね。うん。そこで紀子様も心をね、痛められているようですってことで発表していて、普通はね、こういったことは宮内庁が発表しますけども、結核予防会がね、まあ、代わりにこの心をね、痛めてますよって感じで、まあ、この頼んだかもしれませんね。心を痛めてることにしといてと。そうですね。まあ、この辺がね、まあ、ダサいですけども、普通にね、宮内庁の広報にお願いしてお気持ちをね、表明すればいいんですけども、うん、まあ、それがね、できないでしょうね。はいはい。まあ、これ、ね、1月5日にこの宮内庁じゃなくて、結核予防会で、尾身会長が私のね、名前出して、心配してる感じで報じてって感じで報じたのかね、はい。まあ、この6日にはこの体調不良を発表しましたからね。まあ自分の体調のことだけが心配だったんでしょうけどね。そうですね。まあ、しかもね、時系列的には5日にこの尾身会長と年末年始をね、挨拶ということで、お気持ちを結核予防会から言っといてとね、だったんかもしれませんね。おその前日の母子愛育会の報告っていうことで公務が入ってましたけども、はい、2日連続ね、公務の翌日には実は年末から調子が悪いということで、いろいろとね、おかしいですけどね。確かに。ちなみに紀子様は腰をね、かがめて何人もの女性らと話し込んでね、まあ、周囲が立たせてしまってね、すいませんみたいな感じで、そういったね、場面があったみたいですけども、うん、紀子様はね、私この若いですからって感じで応じて、その場がね、笑いに包まれる一幕もあったみたいですね。まあ、愛想笑いでしょうけどね。まあそうですね。まあこのね、講習会の参加者はね、紀子様について、ご体調がね、良くないとのニュースで心配してましたけども、うん、熱心にね、学んで公務を続けてたってことで、いろいろとね、あげ記事も大変ですね。体調悪い中頑張ってました的な記事ですけど、まあ、休めばいいのにね、もう。そうですね。一番ね、間抜けなのこんな記事をね、書けば、まあ、逆効果だってことが分かってないでしょうね。うん。まあ、ちなみにね、昨年の計画講習会では、筑豊に通う久志様のお弁当に関して、まあ、自分でね、できる限りやってますよって感じで話してますね。ああ、これがどれぐらいの頻度なんですね。月1かもしれないですし。そうですね。まあ、これね、2年の終わりになってからね、弱くすまそういう形の話題が出てくるってことで、うん、まあ、このね、結核予防の講習会では SDGs のテーマで、まあ、この判別のね、まあ、登記が行われて、はい、家庭生活の中で、まあ、この環境とか資源に配慮して、うん、やっていくってね、SDGs のテーマに沿った話題があったようですね。お、まあ、そこで弁当のね、話題が出て、家庭菜園とかで育てた大根のね、葉っぱを油で炒めて、久志様のね、弁当に入れたりとか、うん、漬物にしたりとか、そういったことも語ったみたいですけども、はあ、まあ、ここではね、久志様がこの作った野菜とかそういった話はなかったのかもしれませんね。ああ、そうですか。同じ丸テーブルに座る女性のね、出席者らに大根の葉はどういう風に料理するのが美味しいでしょうかねって感じで尋ねたですね。うん。そうしたらね、わさび漬けも美味しいですよってことで言葉が返ってきて、まあ、試してみますとね、紀子様は楽しそうに笑ってですね、わさび入れすぎてさらに久志様からも嫌われたりするかもしれないですけどね。そうですね。まあ、一箇所がね、嘘ってなると全部ね、嘘に見えてきますけども、うん、まあ、これがね、キコ様に関してはね、楽しさの映画とかを見たことないですからね。まあ、嘘笑いみたいなのしかないですね。ね、キコ様はね、参加者たちが意見を交わす丸テーブルを順にね、回りながら、時折ね、話し合いに加わってですね。うん。まあ、じっくりとはね、無理なんかもしれませんけども、答えられないね、質問が来たらね、まあ、この記事のたたぬきの笑顔とかで別の席に移動してね、逃げてるのかもしれませんけども。まあ、逃げるようにね。
ですね。まあ、ちなみに沖縄県から、ね、参加してた人に関しては、ご家族でね、実践されている環境への取り組みについて、紀子さまは親指と人差し指を2、3センチほどの距離に近づけて、殿下はね、キャップを装着して鉛筆をこのくらいね、短くなるまで使ってますよってことで話してますね。ああ、なんか小学生の時やってましたね、僕も。まあこれがね、アクション家ではね、SDGs っていう言葉が社会にね、広がる前から、環境保護と節約の考えがね、まあ、この宮家全体で出てさじゃってね、まあ、当然のアピールですね。うん。宮邸の事務所ではね、メモとかは使用済みの紙の裏をね、使ってたし、人がいない場所の伝統に関しては全て、消されたみたいですね。はいはい。それでまあ見えてをね、訪ねた知人が、おい電気つけてよみたいな感じで暗い廊下でね、まあ、この声を上げたこともあったみたいですけども、まあ、これがね、お客様ね、なんだと思ってるんでしょうね。人がいるのに消したままなんですね。そうですね。やはりね、相手のことを思いやる気持ちがないんでしょうね。うん。結構前からね、センサーライトとかで人が通ったらね、ライトがつくシステムはありましたけども、確かに。まあ、本当にね、この節約とかを思ってるんだったらね、SDGs が思いつくと思いますけどね。使うときは使ってもいいですからね、もちろん。ね、まあ、それにね、アクション家の、ね、特徴に関しては、節約をしているアピールは分かりますけども、具体的にね、数字が出てきませんからね。データはね。過去様の人レガシーに関してもね、どれだけ経費削減したのか出せないし、はい、今年の2月にね、開催された講習会に関しては、都内の新生ホテルが会場で、建物の近くにね、いた女性が、紀子様の車と偶然すれ違ってね、お、まあ、この紀子様がね、体調不良ってニュースがあったんで、まあ、少しね、心配だったんで、紀子様頑張ってとね、まあ、声をね、かけたら、声に、ね、気づいたのか、紀子様が目線をね、女性に向けて、ありがとうと手話で答えてみたいですね。まあ、社内からね。ですね。まあ、偶然だからね、当然、その誰が出てくるか分かんないわけですね。うん。そしてね、相手はこの、まあ、車ですからね。はいはい。車が通るときにね、遅くてもこの20キロから30キロのスピードは出てるでしょうからね。まあね。紀子様と顔が判別して分かってから、紀子様と、まあ、叫んでね、まあ、それにこの紀子様が、まあ、この反応してね、答えてありがとうと手話をしてね、答える時間を計算したらどう考えてもおかしいですからね。見えてないと。まだ出てくる瞬間に紀子様と分かっていたら叫んでね、目を合わせて手話とかでありがとうとね、伝えることは分かりますけども、うん、これがね、それにこの手話がね、知らない人だったら、それがね、ありがとうって意味が分かんないでしょうからね。はい。なんとなくね、まあ、このジェスチャーとかでも分かるかもしれませんけども、ありがとうってね、まあ、手話で書いてるってことは、その人もね、おそらくまあ手話ができるってことなんですよね。まあ、理解できてると。いろいろとまあ接待がおかしいですけども、まあ、最後はね、2月の誤算に関しては欠席したものの、3月にね、ブルネイの皇太子夫妻を招いた誤算にはね、出席ってことで、うん、1日も早い体調のご回復を期待って感じで終わってましたね。長い不調っすね。まだだから回復しないですね。おお、まあ、宮内庁もね、本当にこの秋島家が節約を意識されてるんだったら、もっとね、広報室が情報発信すればいいと思いますけどね。まあ、細かな数字と一緒にね。ね、あ、ちなみにね、YouTube にはどうもね、まあ、広報室の師匠が発信されてるチャンネルがあって、江藤さんのブログでもね、紹介してましたけども、皇室つれづれ期っていうのがね、わかんないですけども、明らかに美智子様と昭島家をね、擁護していて、雅子様を、まあ、避けてるチャンネルでね、なるほど、まあ、報道ではね、見たことがないような、まあ、珍しいね、写真も使っていたりとかして、女性がね、発信していて、まあ、そうかもって感じで、まあ、このね、適切な情報発信だから、まあ、そんなね、まあ、くだらないことを、まあ、してるのかって感じがしますけども、あ、そういった動画ね、まあ、あまりね、需要がないでしょうからね。そういうことですね。まあ、ちなみにね、アクション家の教育について日刊現代で記事になってましたね。ほう。学習院を、ね、選ばなかった理由を正当化するような内容でね、まあ、愛子様が卒業すると学習院は、まあ、皇族が、ね、一人もいないということで、うん、まあ、このままね、この皇室園が、まあ、切れ目からって感じで、まあ、この学習院大学の教授が投げてるわけですね。なるほど。愛子様がね、日本赤十字に就職しましたけども、このことについてね、まあ、野間さんはこの愛子様を理解してっていう一人語りの動画で、まあ、結構ね、すごいことを語っていて、ほう、それはね、まあ、赤十字の歌で婦人従軍歌って歌をまあ紹介していてね、うん、1894年に作られた、ね、歌で、歌詞の中にもね、赤十字の名前が出てきてね、まあ、この戦時中の歌で、戦場の、ね、悲惨さとか、看護婦の勇敢さとかね、まあ、そしてこの人間愛の、まあ、平和への、ね、願いとかを表現していることで、まあ、知られていてね、いろいろとまあその、ね、世界平和に関係したようなことは話し合うわけですね。はい。そしてね、文明社会の理想としての母性をね、看護婦に託して、彼女たちの行動が赤十字の精神によって、導かれていることを強調しているということで、まあこのね、まあ、世界平和を訴える歌だってますね。まあそういうことですね。なかなかね、こんな視点でこの愛子様のことを紹介できる人はいませんけども、まあ、このね、婦人従軍歌に関しては、戦場における看護婦の無視と奉仕と人間愛を称えてね、うん、同時にね、戦争の悲惨さと平和へのね、願いを歌った作品で、愛子様はね、まあ、中学校卒業の時に卒業文集で、
世界平和と題したね、作文を書いてますからね。世界の平和を願ってというタイトルの作文ですね。そうですね。まさかね、この時からこの赤十字ってことはね、考えてなかったと思いますけども、うん、このね、卒業文書では愛子さまが修学旅行での広島訪問体験と広島への思いをね、まあ、通ってるわけですね。まあ、原爆ドームを前目の前にした私は突然足が動かなくなったっていうやつですね。そうですね。原爆のね、悲惨さとこの平和の大切さを実感されたことをね、書いていて、うん、それがね、まあ、ご自身のまあ、この意識にね、大きな変化をもたらしたということで書いてて、はい、アメリカのね、オバマ大統領の広島訪問とか、平和の象徴としてのね、折り鶴とか、灯火への元気を通して平和へのね、強い願いが表現されててね、うん、愛子さまこの平和をね、当たり前と思わずに、日常生活の中で他人への感謝と思いやりを持つことの重要性を訴えて、はい、平和はね、個々人の責任ある行動によって気づかれるものでね、あると強調してるわけですね。なるほど。また唯一のね、被爆国として日本の立場から、見聞き感じたことをね、まあ、世界に発信して、まあ、それをね続けることの必要性についても言及していて、うん、核兵器のない世界の実現と広島のね平和の灯火がね、まあ、消える日を願って結んでるわけですね。はいはい。まあ、この辺がね中学生で書けるということで、まあ、すごいですけども、ね、世界平和にね最もこの関係がある日本赤十字社に就職っていうことで、まあ、これがね雅子様と、まあ、相談ね最短にちゃうかってことで野間さんが語ってましたね。ずっと一貫してますね愛子様。おそらくね、そのように語ったの裏にはね、まあ、雅子様の今年の歌会始めがあるんじゃないかということで、うん、雅子様のね、今年の歌会始めは、愛子様が初めて広島を訪れた時のことを語ってますけどね。あ、広島を初めて説いて、平和への深き思いを阿公は綴れていたやつですね。そうですね。なかなかね、愛子様は立体してって語る動画で、ここまでね、考えてこの発信される方はいなかったんで、すごいね、貴重ですけども、うん、野間さんはね、まあ、この天皇陛下のご学友ってことで、まあ、これがね、まあ、すごいですね。はいはい。まあ、本来だったらね、この週刊誌とかで歌会始めとか、こういったね、思いがあったんちゃうかとか、そういった記事を、まあ、書いてほしいぐらいですけども、確かに。まあ、これがね、まあ、天皇陛下のね、ご学友ってことで、皇室利用ってね、いう人がいるかもしれないんで、まあ、これのね、まあ、貴重な話とかは、まあ、週刊誌とかテレビとかの取材とかで、まあ、ぜひね、報じてほしいですね。本当ですね。野間さんにしかね、できない独自の解説ってことで、まさにこのね、学習院の話題とかでもね、もともとね、学習院は、皇族のために創設された、大学ってことで、うん、でも愛子さまがね卒業されると皇族がいなくなって、悠仁さまもねまずこの学習院という選択はないだろうとですね、候補に入ってないですもんね。まあ、じゃあね、転機に関しては2009年に学習院の女子高3年の眞子さんがね ICU に入学をして、ここにね皇族が入学するのは初めてってことですね。うん、まあ、これもそもそもね ICU っていうのがキリスト教の大学で、 GHQ が設立に関わった大学で、残家男子の、ね、人たちは GHQ が憲法を作ったから帰ろうとかね言っていて、GHQ をね嫌ってますけども、うん、GHQ がね設立に関わった ICU に入学する昭島家をね支持してますからね。確かにね。そしてまあ小室家と出会って結婚したわけですけども、このね ICU に関しては眞子さんがオープンキャンパスに参加するなど眞子さん自身が希望して決めたみたいですね。はいはい。でも誰かからね言われないと ICU に興味を持たないでしょうけども、まあ、これ、ね、キリスト教だから美智子様と関係してるのかどうなんでしょうね。まあ、入れ知恵があったのかもしれないですね。まあ、ニューヨークでもね、美智子様のコネでいろいろとまあ支援してるのかって感じで言われてましたけども、うん、そのね、最大の支援者だった伊勢会長も、会社構成法適用の申し立てがあってね、負債総額は伊勢食品と伊勢でね、トータルで453億円の負債があるんですね。結構な額。美術館をね、まあ、建てたようですけども、さすがにね、453億円だったら、美術品をね、全部売却してもマイナスかもしれませんね。うん。でもよくそんなね、赤字を抱えてるのに、美術館をね、建てましたね。美術品コレクターにとどまっておけばよかったのにね。そうですね。まあこれね、タイミングとかはね、分かんないですけども、途中で、ね、美術品とかを売却しながら対応していたら、なんとかね、なったかもしれませんね。ね。眞子さんのね、メトロポリタン就職に関しても、美術品をね、まあ、寄付してあげるから部長にしてって感じで、伊勢会長がね、カーペター氏にお願いしたって感じで言われてましたけども、ね、ただね、怪しいのがこの、まあ、美智子様ってことで、美智子様はね、まあ、この昨年毎週のように美術館を訪問していてね、確かあれはこの伊勢会長とかも、まずいと思って眞子さんのためにね、まあ、この美術館とかをないかなって感じで営業活動してたんですかね。あ、そういうこと。美術品をね寄付してくれたリストを頂戴とかね、そういったデータとかを集めてこれ作りをしてたんですかね。うん、まあ、美智子様といってもね、まあ、何号か分からないですけどもただね眞子さんに関しては愛知をね決めて、まあ、秋田様とかね菊子様とかが指導したわけじゃないってことですけども、うん、学習にねこだわる必要はないというねお二人のスタンスが明らかになったわけですね。そういうことですね。まあ、それで秋田家のね脱学習院が攻めになるのが1ヶ月後でね、伊佐様が来春からお茶水の、ね、幼稚園に入園すると発表されたわけですね。はい。眞子さんが大学の時に伊佐様が、ね、3歳だから、まあ、これは伊佐様の選択じゃなくて、亡くしたご夫妻が、ね、決めたわけですね。なるほど。その前に菊子様が、ね、お茶水の研究になって、特別入園制度ができて、
入ったわけですね。まあ、骨みたいなね。一応まあこの時はね、3年保育だったんで、まあ、そういう理由でね、選んだってことですけども、まあ、この段階でね、小学校から学習にはないだろうってことで、関係者もね、語ってないですね。はい。まあ、その進路がね、判明した2009年に学習院では、学校の教師が OG に学校の中でね、まあ、性的加害とか、そういった問題があって、警察沙汰になったようですね。まあ、一応ね、事件が成立して、まあ、捜査ね、打ち切りということで、うん、ただまあ週刊誌が報じて表沙汰に、ね、なったわけですね。出ちゃったんや。まあ、それで秋山様にもね、耳に入って、脱学習院の思いとかをよりね、強めた気がするってことですけども、お、まあ、そんなのはね、関係ないでしょうね。はいはい。むしろね、まあ、この加害者側で疑われてる人ですからね。あ、やりかねないと。そしてね、眞子さんと仲がいいね、佳子さまに関しても一度はね、学習院大に内部進学したけども、結局ね、中退して ICU に入学したわけですね。うん。まあ、ちなみにね、ICU の生徒に関しては、入学する生徒が全員ね、世界人権宣言をしてね、チャット GPT でね、いろいろとね、要約しましたけども、皇族だけでもね、まあ、人権主張ということで、人権宣言自体はね、いいことだと思いますけども、皇室特権っていうところね、いいとこ取りとかも一緒にね、合わせて、まあ、宣言してる感じがしますね。どっちもいけると。ね、そしてね、今年はこの悠仁様が大学進学に向けて、まあ、どうするかってことでね、まあ、候補として、ね、上がってるのが東京大学と筑波大学と、まあ、東京の大ってことで、うん、まあ、これでね、まあ、この候補の感じがおかしいですけども、大学のレベルがね、明らかに違って、確かに東京大学と、まあ、この平均以下でね、偏差値50以下の東京農業大学がね、まあ、この選択肢ってことでよくわかんないですね。廃局みたいなね。そうですね、一番最悪の場合はね、東京農大もね、あるかもって感じで、うん、まあ、これがね、東京農大も怪しいですけどね。あ、そこが怪しいのに通らないと絶対無理ですもんね。そうですね。まあ、それにしてもね、やはりまあ、今後ね、どうなっていくのか、よかったらね、コメントもらえると嬉しいですね。ぜひコメントください。あと、チャンネル登録もらえましたら、登録の方お願いします。よろしくお願いします。